理想の人材を採用するには、経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。人生100年時代における仕事との関わりとはどのようなものでしょうか。昔は60歳になれば定年を迎えるというね、そういった暗黙のルールがあったわけですが、今は定年を延長していますので、一般的には65歳が定年の企業が多いようです。ですが現実は65歳以上も嘱託などで働き続ける人も多くいます。企業側も人材採用が思うままにね、思うようにいかないので、定年だからといって退職してもらうわけにはいかないというね、そういった事情があります。そこで今日は中高年やシニアと採用についてわかりやすく解説しましょう。中高年やシニアという言葉を聞くと、自分がもう中高年なので何とも思いませんが、若い人が聞くとおおむねネガティブな印象が多いでしょう。ネットで検索すると中高年に関する調査が多数掲載されています。例えば50代以上の男女に行った調査では、どの年代でもあと10年仕事を続けるがトップで、就業年齢は上昇傾向にあります。また現在働いている人に何歳まで仕事を続けたいかと質問したところ、50代は 75% が60代まで仕事を続けると回答しました。60代では 51% が70代まで仕事を続ける。70代以上では 53% が80代以上まで仕事を続けると、いずれの年代でも半数以上の人があと10年近く働きたいと考えていることが分かりました。いずれにせよ働きたいという人が多くいるということはいいことだと思います。先日84歳にして人材紹介ベンチャーの C-Formを経営している郡山史郎さんのインタビュー記事を読みました。この記事の内容は中高年の労働についてのことでした。かつては定年を迎えるとこんな仕事嫌だ、給料は下げたくないと考える人が多かったそうですが、現在は給料は安くていい、仕事が面白い会社を希望したいと、そういった人が非常に増えているってことなんです。そしてここ大きなポイントなんですが、ほとんどの中高年に共通する3つの特徴があります。1つが安い、2つが休まない、そして3つ辞めない、この3つなんです。安いというのは生活コストが抑えられるということで、若い世代と比較すると、シニアは生活が安定しています。住宅ローンも返済して子供も自立したので、必然的に支出が減っているということですね。若い人はファッションとかレジャーとかにね、そういったものにお金を使いますので、どうしても支出が高くなります。また子育てにもお金がかかってきます。ですから高い給料が必要になるわけです。ですが60歳を過ぎると生活コストは徐々に減っていきます。食べる量もお酒も量が減るということなんです。そして休まないというのは、やることが少なくなっているので仕事を休む、必要とか理由がないんですね。若い頃と比べると行事とかイベント、用事が圧倒的に少なくなっているからです。最後の辞めないというのは、今勤めている仕事を辞めたら再就職が難しいですから、すぐには辞めません。郡山さんは中高年の特徴である安い、休まない、辞めないは、現代企業が求める理想のこれ人材像であると言ってるんですね。だからもう中高年はその理想の人材像にズバリ当てはまると。さらに人生の前半は競争社会、人生の後半は共存の社会という位置づけもこれは面白いなと思いました。人生の前半戦は最前線で目いっぱい仕事をして競争をして出世を目指せばいいんですね。ですが後半戦は競争をするステージはないので戦わなくても OK です。しかし戦わないからといって仕事がないということではないわけですよね。例えばプロ野球選手としてレギュラーで活躍してきた人が引退後はバッティングピッチャーとかね、グラウンド整備の仕事をしているケースも多々あります。現役時代に比べれば給料は少ないかもしれませんが、選手に気持ちよく活躍してもらうためのサポート、こう考えれば非常にやりがいのある仕事です。そしてこのような縁の下の力持ちのような仕事ができる人材が中高年には多くいるってことなんですね。
今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。概要欄にメルマガ社長の大学の登録の URL が記載されていますので、メルマガの登録もよろしくお願いいたします。